まずは既存の凍結防止帯を配管に固定させます。ちなみにお客さんに説明の上、金額の都合上施工していますが、このように1本の配管に防止帯の二重巻きは原則禁止です。そして保温テープを巻いていきます。保温テープは複雑な配管や変則的な配管に使うことが多いです。その中で気をつけることは、巻き付けの際に隙間ができないようにすることです。なので保温テープを強めに引っ張りながら巻いていくことが、隙間をできるだけなくさせます。そして蛇口や浮力はその現場ごとに違うので、その形に合わせるように巻いていきます。保温テープは狭いところを通せるので、細かい場所も保温できるメリットもあります。そしてきちんと巻けているか、保温できていないところがないか確認しながら進めていきます。防止帯の二重巻きは禁止なので、片側はあえて保温しないで巻いていきます。今回この防止帯は5メートルという長いのが外から貫通してまた外に出て巻いてあるので、この二重巻きを直すには全部バラしてやり替えなきゃいけないので、しませんでした。そして最後は手で持ちながらギリギリまでカッターで切り、最後は手で切ります。途中で離すと一気にテープが緩んでしまいます。先端を三角に折り曲げてテープで固定します。